もしもーし。何してた？ゴロゴロしてた。そっちは？どっか住んでる。あ、一緒一緒。お、一緒じゃん。運命じゃん。運命だね。結婚しよう。結構な確率だけどね、ゴロゴロしてたわ。バレた？結構な確率だけどね。もうそんなこと言ったら夢も何も見られないからね。逆にそれに夢見れるんだったらもう日常ハッピーなんだよ。ハッピーちゃん。うん、ハッピーなりたいじゃん、だって。何歳？20歳。あのね、今年20歳、今年21。今年20歳。あのね。うん、そっちは？俺17だよ。若っ。今年で18。子供じゃん。子供じゃない。子供じゃん。お子ちゃまじゃん。お子ちゃまではないよ。かわいい。俺、お子様ランチ卒業してるから。マジ？卒業してっから。うん、快挙じゃん、快挙。快挙。快挙じゃん。じゃあ、いつまで食べてたの？いつまで？いや、もう、マジで覚えてない、それ。マジか、まあ。お子さんランチ、うん。ってあるけど、そんな食べなくない？言っても。え、うち中学生まで食べてたよ。嘘、なんか、美味しそうに見えないじゃん、別に。え、美味しいけど、美味しいし、しかもおもちゃついてくんだよ、だって。いや、なんか、それが、なんか、プレフォーついてきますとか、なんか、食べるけどさ。もうお店赤字だよ。うん、1000円ぐらい払って、プレフォーついてきますってなってさ、お子様男子食べるけどさ、5回ぐらい食える。食える。やば。やば。うん。え、でも多分、保育園の頃には、もう食べてないんじゃない？多分、そんな食ったことない気がする。え、マジ？大人じゃん。うん。普通に、メニューから選んでた。へー、すごい。大人じゃん。もうお酒飲めるじゃん。お酒はない。お酒飲めるじゃん。お子様ランチ卒業したらお酒飲んでいいんだよ。もう、崩壊するよ。日本で。なんて名前なの？下の名前。うん、そのままだよ。本名でやってる。そうなん。うん。りょうだよ、りょう。りょうくん。かっこいい。どこ住んでるん？東京。いいね。いいでしょ。どこ住み？京都。京都いいなぁ。清水寺行きたい。清水寺でバンジージャンプしてみたい。どういうこと？え、なんか景色綺麗そうだしさ。いいじゃん。清水寺でバンジーとバンジーする場所ね。ダメなのあれ。なかなかいいアトラクションじゃないんですかあれ。バンジージャンプそもそもそんな都会にないやろ。そもそもが。え、じゃあ作ってよ。お子様ランチ卒業したら作ってくれますか？意味がわからん。ねえ、仕事は？え、大学生。あー、いいね。いいの？眠たいの？おやすみ。じゃあね。いやーや。バイバイ。いやーや。いやーや。いやーや。止まって。いいよ。何する？アイコン本人なん。そうだよ。かわいいね。今一瞬間があったけど、何ですか今の間は。切られた。切られた。でも絶対これ電波落ちた系な気がする。来た来た来た。もしもし。もしもし。なんか電話切れちゃった。なんで切ったの？そうやってうちのこと嫌ったんでしょ。な、切れちゃった。そっちから、かまってって言ったら、かまってとか言ったくせにさ、すぐ切るじゃん。違うじゃん。もし俺が切ってたら、かけ直さないでしょ？わざわざ。そうですね。ごめんなさい。そんな怒んないでください。怖いです。かまって。いいよ。かまってあげるよ。大人だから、うちが。ギューして。ギュー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 。ねえ、よしよしよ。よしよし。よしよし。ぎゅー。うん。かわいい。かわいい。ちょっと母性本能が溢れちゃう。ちゅ。む。かわいい。ねえねえねえ。なになになに？え、俺さ。うん。早くて、ま、来年の、ま、初めか、ま、今年。うん。にさ、東京引っ越すからさ、うん、あの遊ぼう。え、いいよ。やった。でもうちごめん、嘘ついてた。東京じゃないの。うち東京じゃないの。どこなん？
どこっぽいですか？どこな？いや、わからん。本当はね。どこ？千葉なの。うん、そんな変わらんよ。でも、一個嘘ついてたんだけど。なに？え、なんだと思う？わからん。俺男なんだよね。もしもーし。もしもーし。なんか YouTube 開いたら声聞こえるのかな？もしもーし。聞こえますか？もしもーし。あ、もしもーし。今見てる？もしもーし。大丈夫ですか？切れちゃったよ。切れちゃったよ。なんか YouTube って言ったからさ、てっきり知ってる人かと思ったのに、違うのかな？見てる？俺だぜ？